応多分今期が2億ぐらい営業代金です。ちょうどいいな。わぁ、その時に仕事の報酬は仕事っていうのを初めて痛感した。やるやつはやる。おはようございます。レッツゴナギラです。今日はですね、表参道に来ています。経営者一日密着です。皆さんのお役立ちできるようなコンテンツを撮っていこうと思うので、今日もぜひ見ていってください。おはようございます。久しぶりの密着ですね。今日は久しぶりですね。調子どうですか？バッチリです。マサイさん、これまずは作業ですか？マサイさん、今からは？今からオフィス行きます。オフィス、はい、行きましょう。はい、じゃあマサイさん、ちょっと改めて自己紹介をお願いいたします。大野マサイと言います。はい、今株式会社エンパイ X の CEO をしていて、はい、まあ、営業支援の会社なんですけど、うん、まあ、そこで日々営業に向き合っています。今29歳男性、はい、独身です。前回の密着は約2年前というか、2年前当時はね、あのサラリーマンしてましたけど。あ、そうこれから起業したわけですか？そうですよ、はい、もう1年経ちますね、あっという間に。じゃあ起業してからは1年ちょっとぐらい。1年3ヶ月目。なるほど。会社のぶっちゃけのその調子はどうなんですか？まあ、はい、絶好調すぎるですねまあもっと頑張りますけど、はいはい、今年商でいうとどのぐらいのペースですか？年商多分今期が、はい、まあ、2億ぐらい、まあ、2億がいくかなっていう感じで、はい、1年ちょいでも月商でいうと2000万以上稼いでる。2000万、はい、そうですね、損害の規模です。素晴らしいですね。まだまだですね。じゃあ今日は1日よろしくお願いします。お願いします。着きました。これが僕のオフィスです。到着しました。この感じがね、またいいんですよね。ここから上がっていくしかないっていう、どこまで俺ら行けるんだっていう、もう問われてますね、日々。いいですね、この駆け出しベンチャー感。いや、普通にめっちゃ好きで、こう、うん、今からは代表出社でございますね。はい、盛大な拍手で皆さんが迎えてくれますまあ、見ておいてください。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。どうぞっていう感じです。はい、大野さん出社ですね。社長席とかないんですか？ありません。来た時に空いてる席をいつも座ってます。会社は何から始まるとかあるんですか？朝礼でみんなで集まってみんなで話すっていう感じから開始。わかりました。じゃあこの後は朝礼があるわけですね。はい、よし、朝礼しよう。おはようございます。おはようございます。よーす。最後、気合いの入る一言をリクーから言って。おっす。今日電車めっちゃ少なかったっす。人いないと思うっす。でもめっちゃこれ取れたら、俺たちめっちゃ人いる時めっちゃ取れるってことなんで、可能性感じるんで、今日マジでめちゃめちゃ午前中から、昨日ちょっと微妙だったんで、今日全開でいきましょう。おっす。じゃあ今日も一日お願いします。よーっ。チャンス、チャンス。会計っすね。いや、もう装飾系会社なんで全然CEO の渡辺さんですか？はい、おはようございます。だいぶ体育会系な朝礼ですね。いつもこんな感じですか？いつもこんな感じです。全員気合入ってるんで、朝からバシバシ系やってます。今日のコンディションはどうですか？最高です。はい、マサヤさん、はい、今日一日のスケジュール教えてください。はい、っていう感じですね。今はあれですか、ね、モリモリっす、まあ、結構普通にこんな感じです、ね、あ、もう日常からこのスケジュール、はい、全然埋まってます。プロガチ、わかりました。ありがとうございます。大野さんがさっきからいないんですけど、どこ行ったんですか？え、よくあるんですよ。急に消えてみんな探すんですよ。どっか行ってるんですね。そうなんですよ、散歩好きなんで。マサイさん、今なんか20分弱ぐらいいなかったですけど、何やってたんですか？え、プロテイン。これも仕事っす。健康管理、プロテイン。マ
先生、今質問いいですか。はい。前密着した時結構順調なサラリーマンだったイメージあるんですけど、なんで今独立して起業されたのかね、そこ聞きたいですね。まあ、サラリーマンずっとやってて営業したんですけど、はい、まあ、飽きたっていうかなんですかね、はい、挑戦したかったんですよ。もっと成長したいなと思ったし、うん、もっと挑戦したいなと思った時に、まあ、ずっと19歳ぐらいから起業はしてみたいとか、うん、まあ、社長ってかっこよそうだったなと思ったのが、はい、まあ、ずっとあって、うん、でやっぱいろんな社長と会う中でも、この人たちすごいしかっこいいし、うん、でもこの人たちもできるんだったら俺もできるなって、まあ、すげえ可能性を感じたのと、まあ、ノリでやめますって言って、まあ、言っちゃったみたいなやるしかないみたいな感じで始まった。マジで等身大なリアルです。いいですね。はい、朝谷さんらしいストレートな考え方ですね。マジそんだけ最初は。いいですね。はい、あの時年収2000万ぐらいあったんですか。確かに。どうなんですか。ぶっちゃけ起業してそこのあたり。まあ、今2期目入ったんですけど、はい、1期目は僕この会社で報酬取ってないんで、まあ、収入ゼロ。まあ、ちょっと別でちょっとありましたけど、役員報酬ゼロ。あ、そうですそうです。みんなに給料出して僕はゼロで、はい、うん、2期目入ってやっともらい始めたって感じで、はい、まあ、でも年収は今当時の3分の1ぐらい。3分の1ですね。おお、どうですか。それでもやっぱやってよかったなと。あ、もう全然超楽しいし、絶対今の方がいいですね。ありがとうございます。出入り2件ぐらいだけ上がってるのっていう感じ。まあ、それ自分で休憩するとやっちゃう。そうですか。理由ですね。はい、小野さん。はい。今ちょっと近くでワンオンワン聞いてたんですけど、思ったよりシリアスでガチでしたね。まあそうですね、はい。小野さん自身が経営者としてどういう思いで会社をやってるのかとか聞きたいなと思ってるので教えてください。やっぱこのベンチャーとかスタートアップフェーズにこうジョインしてくれてる仲間メンバーって結構相当な決断かなと個人的には思って、うん、しかも僕の会社に来てくれてるところに対してやっぱ半端ないことを一緒にしたいなと思ってるので、結構ガチで向き合うときはもう泣きながら結構ワハワハしたりとか普通にあるっていうのがまあリアルで、でまあエンパワー X 何やるかってことで言うと、世の中をエンパワーメントするっていうミッションがあって、まあ営業代行って何十年も何年も前からある仕事なんですけど、代わりに行うで営業代行って言うんですよ。でも僕らはなんか代わりに行うってちょっとなんか違和感があって、うん、なんか僕も前職とか含めていろんな看板背負わせてもらって、どっかで代表としてちゃんとこう手伝いもしっかりした上で代表として向き合うってことを、まあ無意識にやってたなって思うんですよね。で今この世の中に営業を代表する営業代表っていう仕事はないんですよ。で僕らはここの常識を営業代表に変えて、営業代行っていう言葉を世の中なくし、営業代表っていうこのあり方がスタンダードにしていく。そうするとこの営業支援という領域とか、まあ、営業っていう世界がどんどん可能性が広がると思ってるんで、もうこれをやりまくるっていうのがもうシンプルな答えなのと、これを何もなかった僕らがやるっていう、学歴もない、野球しかしてもない、頭も良くないみたいな代表の僕と、ここに来てくれた、まあ優秀なんですけど、ぶっちゃけ天才じゃない。けど、すごい努力できるとか、素直とか、明るいとかっていう、持ってるものはっていう、なんか本当に何もなかったけど、本当に積み上げてきたメンバーで、これをやるっていうのが、本当に僕らのもうこの使命、ミッションなんで、営業代表する組織になるっていうのが、もう本当に僕たちの信念ですね。いいっすね。ありがとうございます。営業代表ではなく、営業代表。営業代表です。やっていきましょう。はい。この青カーペットちょっとランチ食う感じ。小野さん今からは。今からランチミーティングってのを最近始めたんですけど、はいはいはい、週1回だけお昼全員で集まって食って、うん、なんかテーマを設定して、うん、そのテーマについてみんなでなんか議論するとか、はい、まあ話し合うみたいなことをやっている。いいですね。はい。飯食いましょう。はい。でこれができれば革命起きてるし、エンパワーメントもできてるっていう話。スペシャリスト現状僕からだと、まあ、SaaS 業界しか、3つあります。で先ほど、年明けのチームが顧客のビジョンミッションバリューすら言えるのか。はい、じゃあこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと簡単に自己紹介お願いします。はい、田中寛太と言います。で今大学3年を休学してエンパー X にちょうど1年前入りました。どうです1年ガチベンチャーで働いてみた。ぶっちゃけ想像もしないような経験を毎日できてる、うん、で数字を前に動かすって現実を前に動かすってことにずっと向き合ってる、これをできるのがすごいなと思ってます。うん、はい、いいですね。さっきもちょっとワンオンワンをですね、はいはい、ちらっと横で聞いてたんですけど、はいはい、だいぶシビアな話をして、はい、どうですか大野正也という人物。
背中でずっと見せてくれてるのはありますね。もう受け取るものが僕個人的に大きくて、僕らの会社って世の中をエンパワーメントするっていうの、まあ、ミッションとしてあるんですけど、大野雅也から本当にエンパワーメントしてもらってるなってずっと思ってて、褒めるとかじゃないんですよ。それこそ時にはこうシビアな言葉とかボコボコにされたりとかそういうのもあるんですけど、まあ、それすらも全部こう愛を持って伝えてくれるのでありがたいです。いいですね、はい、信頼が溢れ出てますね。逆にですよ、大野雅也のぶっちゃけここなんとかしてくれっていうポイントあれば教えてください。そうですね、ゴミを置いて帰るところですね。はい、大野さん、ランチ終わって今から午後ですが、はい、これからはどちらへ？お客さんとミーティングします。場所はどちらへ？今からあの神谷町、虎ノ門らへんに行きます。行きましょう、港区。はい、ホモです。はい、渡辺さん、はい、今ですね、はい、エンパワー X ないし大野雅也と働き出してどのぐらいですか？もう1年ぐらいですかね、経ちます、はい、どうですか一緒にお仕事してみて。楽しいですとにかく会社名がエンパワー X さんっていう社名だと思うんですけど、はい、まさに周りをエンパワーメントしていくというか、うん、本当にそれを体現されてて、はい、僕も含めて僕の自社のメンバーも、はい、やるやつはやるっていう言葉を言い始めたと言葉が伝染してるんですね。伝染してスラックのスタンプまで出来上がるみたいな、はい、なんかそのあたり本当にこう一件の商談を取るとか、うん、一件に受注するっていうところに対してのこう熱量、うん、すごい伝播してるなっていうのをすごい感じてます。多いですね。彼らに仕事をお願いするという選択をして、はい、間違いはなかったですか？間違いないです。もうぶち上げですありがとうございます。はい、ありがとうございます。マサヤさん、お客さんめちゃめちゃ満足してました。あ、マジですか、はい、嬉しいですね、こういう覚えてる言葉が。何よりです。舐めてました、マサヤさんのこと。営業代表なんでいいですね、うちやっぱすごいね、やりにくい話とかね。はい、マサヤさん、はい、ミーティング終わりまして、ありがとうございました。これ今どちらに向かってるのでしょうか？今からちょっと僕のおすすめスポット紹介します。これ結構穴場なんで、でちょっと休憩って感じですね。そうですね、ちょっと早く終わったら20分ぐらい空いてるんで、はい、行きましょう。はいはい、着きました、はい、こちらです。東京タワー。はい、ということで東京タワーまでせっかく来たので、はい、まあ、マサヤさんやっぱ営業代行のね会社経営してるということで。あ、営業代表です。あ、すいません、はい、営業代表の会社経営してるということで、はい、まあ、プレゼンが非常にうまいと思うので、まあまあ、はい、東京タワーの魅力プレゼンお願いします。10秒で。ありがとうございます。東京タワーのいいところ、背が高い。背が高い。何より色が赤くて覚えやすい、うん、そして、はい、超光る。超光る。どこにいても光ってるか分かりやすい、はい、もうシンプル。はい、マサヤさん、はい、今経営者になって1年とちょっと、うん、でその前はまあサラリーマンしてて、まあ、ビジネスをしてるっていう意味では一緒だと思うんですけど、立場役割変わってると思うんですよ、はい、そこのなんかこう実際経営者になってみての感覚の違いとかありますか？全然違いますね、はい、まあ、やってることとかはその延長線上にあるんですけど、うん、責任プレッシャー、はい、一日の濃さっていうか重さが違うなっていうのは正直ありますね。うん、じゃあですね、今経営者になってみてサラリーマンだった頃の自分にできるアドバイスなんかありますか？もうシンプルで突き抜けろって感じですね。おう、なんか自分を表せる武器じゃないんですけど、はい、俺これ得意っていうのを1個でいいから突き抜けとくっていうのが超おすすめで、なんでかっていうと、はい、ビジネスってやっぱ価値人の役に立って価値提供したからお金もらえるっていう、もうシンプルな構図の中で、はいはい、お前の価値何っていうのがないとやっぱお金いただけないというか役に立てない、うん、結果出す、突き抜ける、はい、これです。そこなんですね、はい、お前は何者なんだと、これができますとしっかり伝えれるようなシンプルです、はい、逆にそれができたらね、独立起業しても通用するっていう。あ、そうそう、はい、多分成功してる経営者って振り返るともそういう人多いんじゃないかなと思います。なるほど、ありがとうございます。はい、いやでもマサヤさん、東京タワーの近くにこんな和風のなんかいい雰囲気とかあったんですね。あ、そうなんですよ、はい、あの大野邸って言います。せっかくこの和の雰囲気なんで、はい、ちょっとここで一句575でこの視聴者に突き刺さる一句、はい、お願いいたします。ありがとうございます、はい、東京タワー。
夕方もゴリゴリやってますね。いやもうそうですよ、一日でもこんだけの熱量で働いてくれてたら頼もしいですね。毎日勝負ですね。うん、でも楽しくやってるっていう。うん、日程調整しよう。マジありがとう、はい、素晴らしい。今大丈夫ですか。はい、イパワー X で働いてぶっちゃけどうですか。ぶっちゃけっすか、はい、最高っす今この瞬間まさに最高で、一日のこうゴールを、うん、やばい、いけるかないけないかなみたいなヒリヒリ感で、結局今日もいけるみたいなを毎日繰り返してるんで、最高っすね。なんか全力でみんなやってて、ゴールゲットして、で明日もマジやろうみたいな感じで毎日いけてるんで、マジで最高っす。エンパワーで働いてみてどうですか。そうですね、そうですね、今1週間経ったんですけど、やっぱりこのメンバーに出会えてめっちゃ良かったなと思ったので、福岡から来てもう最高です。おなんでそんな笑ってるんですか。いやいや、いいですね、いい仲間ですね。みんな働いてて最高ですみたいな、楽しいですみたいな感じなんですけど、ぶっちゃけそうじゃないと思うんですよ。きつくないって言ったらそうになるんですけど、うん、それ以上に同じ志持ってる人とやる仕事っていうのがめちゃくちゃ楽しいなっていうのがあるので、きついですけど楽しいっていう感じですね。充実ですね。充実ですね。はい、松田さん、今の面談は採用面談です。おお、やっぱベンチャー採用重要って言いますからね。そうです、福岡か広島か来てくれて、いい、わざわざ。そう、熱量高いっすね。そう、採用順調なんですか。順調なんですけど、僕らが目指してるゴールには全然足りてないんで、うん、かつ僕らはいいやつとした仕事をしないって決めてるんで、うん、このいいやつ待ってます。いいやつとは、素直、明るい、前向き、成長欲ある、これです。いいっすね、わかりやすくて。そう、いいやつ待ってます。待ってます。変わらなくても STR 認定した人をやるのがいい。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。よー。そっ。6時7分、退社。はい、松田さん。今日一日オフィスにいてですね、頑張るメンバーの彼ら、気持ちいいなと。めっちゃいいなと思いまして、僕も経営者やっててね、あの姿がすごい元気もらえるというか、うん、素晴らしい光景じゃないですか。いいよね。マスヤさんが、ね、彼らに伝えたいことだったり思うことがあれば、ぜひ教えてください。いやもう彼らはいいやつだなと思うし、一言じゃ表せないんですけど、俺らでおもろいことやろうぜっていうのが率直な気持ちで、でそこにまた新しいメンバーも入ってくると思うんで、うん、俺含めて全員が主役で最高な人生にして最高な結果作ろうぜ。多分喋りだしたらちょっと涙止まんないとなっちゃうんでこれぐらいで、はいですね、はい、これからですね、本当に、はい、最高ですよ、もう。今から筋トレですか。はい、やりますか。トレーニング。トレーニング。いや、トレーニング、ワークアウト。重くないですか。いや、もういつも通りです。でした。でした。どうでした、今日の筋トレは。胸筋肩、はい、鬼追い込みました。でちょっと今から飯でも食っていきますか。よいしょ。はい。よし。乾杯。よし。本当に。苦いね。いつ飲んでも苦いよね、ビール。そういえばそんな得意じゃなかったですね。まあ今日一日まずお疲れ様でした。ありました。はい。まあ今日一日ですね、一緒にいてベンチャー企業としてはこう軌道に乗ってるというか、今からやっていくぞっていう雰囲気もそうですね見れたなと思うんですけど、とはいえこの1年ちょっと生々しい部分とか、もっと大変なこともあったんじゃないかなと思って、どういったリアルなところも教えてほしいなと思って、ぜひお願いします。いやもうめっちゃありますけどね。例えば起業して初月の売り上げ11万だとか。11万。11万。11万。ガチ11万。で、まあ、自分も給料1年間ゼロだったし、11万、13万、22万みたいな。え、最初の3ヶ月か。そう。マジか。全然何もうまくいってなくて、そんなんばっかりですよ。見事にどん底じゃないですか、それ。うん、しかも割と前職でお金もらったんで、うん、あーって感じでしたね。
あ金がねえって結構マジやべえなみたいな、うんうん、じゃあそこからここに来るまでっていうのはどういう取り組みがあったりとか、はい、ハードワークとかあったと思うんですけど、うん、どんな日々だったんですか。土日なんか休みなかったんで、うん、仕事しまくってやってたし、うん、まあ、夜中2時まで働くは結構デフォルトだったし、デフォルト、うん、知り合いの会社とかに連絡して仕事をお願いしたりとかもあったし、うん、もうプライドも何もなく一旦やれることをアイデア全部やりまくるみたいな、そこまで泥臭かったんですね。ですね。普通いや今日の時点でもなんかこうザ・ベンチャーというか、うん、泥臭さっていうのが垣間見えたなと思ってたんですけど、それはよっぽどですね、這いつくばってますね。まあそれあったから今あるのは結構でかいですね。なるほど。例えば最初の3ヶ月間だったらもう売上10万円台とかじゃないですか、うん、何がきっかけでこう伸び出したんですか会社っていうのは。まあ、一貫してその営業支援ってところとか自分がこれやりたいってことを結構周りに伝え続けてて、うん、まあ、その時にやっぱりこう振り向いてくれる助けてくれる人がやっぱり何人かいて、うん、そういう人たちと一緒に3ヶ月やっていくとやっぱ成功したのが出てきて軌道に乗り始めたと思って、うん、まあ、愚直にやれることやりまくってたってわけ、うん、その時に仕事の報酬は仕事っていうのを初めて痛感しました。これかっていう。どういうことですか仕事の報酬は仕事、まあ、いい仕事するとまた仕事として報酬が返ってくるみたいな、それで今に至る。そうとか最初たまたま5人ぐらい一緒にやりたいっていう人が知り合いと TwitterX で来たんで、はいはいはい、うん、これ来たと、うん、人もいるしできるやん、採用がね、そう順調だったわけですねと思ったら誰も残ってないですね今思ったらちゃんと挫折してるやないですか。まあ、挫折と思ってないですけど、まあ、あれも結構おもろかったし、うん、今の挫折と思ってないっていう表現もそうなんですけど、まさやさんのそのいい意味でのバカさというか、うん、ストレートさみたいな、これなんかすごい会社の成長につながってる気もしてて、はい、そんなまさやさんが今後成し遂げていきたいことだったりとか、はい、今後への思い展望みたいなところがあればぜひ教えてください。営業代表する営業代表っていう新しい概念、カルチャー、常識を作るっていうのは変わらず、でその先に世の中をエンパワーメントするっていう、まあ、人をポジティブにしたりとか、でそれどこまでやれるかっていうのをやりまくるっていうのと、まあ、あとメンバーにて100人規模とか、まあ、150人規模まで見えてるんで直近2年ぐらいですかね、うん、もうやりまくるっていう感じで、まあ、営業代表っていう新常識を作って革命を起こして天下を取る、うん、以上ですね。いいですね。直近2年、うん、忙しくなりそうですね。いや楽しいですけどね、まあ、まだまだ始まったばかりですね。だからですよ、もう人生かけてきてますからね。いやマジそう、マサヤさんマジそう、いいやつ多いの本当に、うん、彼らの分も背負って最高の会社に作ってください。ありがとうございます。はい、マサヤさん、はい、今日は一日ありがとうございました。じゃあ最後にですね、この動画見てる方にメッセージなどございましたらぜひお願いします。変わらず僕たちは僕らがやるべきことをやっていくんで、これ見てくれたみんなもぜひやりましょう。お互いの道をやりましょう。やるやつはやる、やるやつはやる、もうこれです。やりましょう。よっしゃ、お気をつけて。はい。